これヘビめちゃめちゃ長いな。メジャーで測ってみようと思います。うおー、すごい。皆さんこんにちは、ジェイ・オールゴブリューだ。ヒロヒーだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターワニの続きになります。前回の動画でこちらのワニを組み立てました。もうはっきり言います、このワニは100点です。はいもう100点と言っていいぐらい完成度が高くてとても良かったです。はい、今回の動画はワニからヘビに組み替えます。はい、最初に組み立てたワニの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではワニからヘビに組み替えます。完成、ヘビです。おー、このヘビめちゃめちゃすごいぞ。これ組んで分かったんですけど、これ明らかにワニより長いですね本来でしたらワニと比較したいんですけど、なんせこのレゴクリエイター1個しか買ってないので比較できないのがちょっと残念です。はい、では近くで見るとこんな感じです。いや、これは長いな。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。今回の頭部なんですけど、めちゃくちゃよくできてます。ちなみに目のパーツは前回のワニと一緒です。はい、そして長い胴体はこのようになってます。レゴクリエイターの2番目3番目って意外と手抜き感あるんですけど、このヘビなんですけど小さいパーツがめちゃくちゃ使われていてすごい完成度が高いです。ではこちらのヘビの可動範囲について説明します。まず口がこのように開きます。ちなみに口はボールジョイントになってます。胴体の第一関節はボールジョイントになってます。これは横可動はしません。そしてこの部分がヒンジになってますので、このように動きます。マックスここまで稼働します。そして胴体の関節すべてがこのようにボールジョイントになってます。なのでこんな感じでポーズを取らせることができます。胴体の関節については前回のワニとほぼ一緒ですね。ただこれだけ稼働範囲があるのは本当にすごいです。ただ唯一残念なのはこのボールジョイント、実は2個でつながっているので上には上げられないんですよね。もしこのボールジョイントが1個だったら余計本物のヘビみたいに作れたと思います。で、あとはこのヘビなんですけど、マックスここまでしか動かないので、ソフトクリームみたいにすることはできないですね。いやー、そこはちょっと残念だな。はい、今回のヘビに付属するのはこちらです。これはネズミです。ただこのネズミなんですけど、少ないパーツでこんだけ再現されているのが本当にすごいです。こんな感じでヘビに追われるネズミを再現することができます。前回のワニでも言ったんですけど、付属品があることでめちゃくちゃ雰囲気が出ます。これヘビめちゃめちゃ長いな。メジャーで測ってみようと思います。うおー、すごい。このレゴクリエイター
ターヘビなんですけど、全長なんと45センチもあります。うわ、長ー。これ今まで組み立てたレゴクリエイターの生き物系で一番長いぞ。いや、すごいな。はい、じゃあ最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。前回のワニでも言ったんですけど、バイオハザードに出てきそう。バイオハザード1に出てくるヘビを思い出します。で、あと前回のワニでも言ったんですけど、まさに世界最大級の大蛇ですね。いや、すげえ。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、そうだ、思い出した。マリオパーティー DS のクッパ戦でクッパがブロックになるんですよ。あれでヘビ形態があったんで、なんかあれ思い出すな。このヘビを大きくしたらマリオの水中ステージに出てくるウツボ、あれですね。いや、面白いな、このレゴクリエイター。はい、レゴクリエイターワニのヘビはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターワニをヘビに組み替えてレビューしていました。今回組み替えたヘビなんですけど、めちゃくちゃ良かったです。まずなんといってもこのヘビの全長が40センチもあることです。これは僕が今まで組み立てたレゴクリエイターの中でめちゃめちゃ長いです。小さいパーツめちゃくちゃ使うんですけど、この小さいパーツがこのようにヘビの模様を再現しているので、めちゃくちゃすごいと思いました。で、あとは付属するネズミもすごい良かったです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではヘビからこちらのカエルに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。 Ha 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 ha!